パーフェクトパートナー伊藤です。今日は恵庭の道の駅に今います。賑やかですね。ハッピーハロウィーンです。恵庭道の駅、今大規模な工事やってます。敷地内に大手のホテルチェーンのマリオットがですね、102室4階建て RC 建築する予定です。非常に恵庭道の駅ですね。隣は千歳空港のある千歳町です。こちら胡蝶港が千歳ですね。でこの反対方向、こちらが札幌方面です。恵庭の主要道路ですね。で私たちが今なぜここを紹介しているかというと、めぐみ野のすぐ隣地にですね、これから RC の4階建て2棟計画してますんで、それを紹介したいと思います。はい、これから RC 4階建て大きな建物2棟ある方向を今移します。ちょうどこちら側です。非常に恵庭道の駅は人気がありますね。各観光地行って必ず空港までに立ち寄ったり、苫小牧フェリーの前に立ち寄る場所です。でこちらの今ちょうど大きな建物、公団とか団地が見えますけど、この間に RC の計画があります。これからご案内します。私今恵庭道の駅を背中にですね立っております。で真後ろ向きます。今このプレハブ立ってる敷地なんですけども、こちらに RC4 階建て39世帯、1LDK と一部 1K、 総事業費がですね3億1000万ぐらい、満室想定年収2600万、まあ、手残りでも1200万は残るであろうという大きな物件、それを A 棟 B 棟と2棟建築予定です。 B 棟に関しては27世帯とやや小さめになりますけども、いずれにしろ大きな物件がこちらに用意されています。非常にですね、やはりこの道の駅、恵庭が力を入れている開発エリアです。で国道に接道してまして、まあ、札幌までも車、まあ、観光地としても非常にこれから栄えていくであろう恵庭市であります。でぐるっとですね、その建築予定地の私の背後、の方、こちらもですね、どん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 ですね、奥に、工事が広がってですね、公園施設や、マリオットホテルの施設や、いろんな、催しができるイベント会場などができる予定であります。今まさに工事さなかですね。ぜひおすすめなので、伊東までお問い合わせいただければ、ぜひ現地を一緒に見たいと思います。よろしくお願いします。